ちょっとさ、砂糖とミルク取ってくんない？あ、まだお前入れてんの？え？コーヒーはブラックだろ。そうか？たまにコーヒー自体の、なんか味っちゃうかね、風味っちゃうかね、楽しんでみなって。ああ、もう、じゃあしょうがないな。じゃあ今夜も俺も、アマちゃんだけブラックコーヒーっていう動画作ってたらしよう。ああ、覚えてるな。ブラックコーヒー付き合うよ。どうよ？うまい。うまいな、いいな、いい歌だな。な、やっぱ僕、ブラックはコーヒーに限るよ。まあ確かに。あれ違うだろ、コーヒーはブラックに限るだろ。まあ確かに、でも一つ言っていいが。何？アスカ、お前、それ紅茶だぜ。というオチでした。ちゃんちゃん。Welcome. You are about to start on an unforgettable journey. Journey. Cafe.Shage and Asuka. What's hot? こんばんは、Shageです。Asukaです。もうね、ツアーも始まりまして。とっくに始まってますね。もう10本ぐらい終わっちゃいましたけどもね。もうなんかどうですか？って言われても。ホールツアーは。あのね、うん、ちょっとお客さん近いじゃん。そうなのね。で前はね、なんとなく以前は、まあ距離感を一定にというね、うん、ステージ上ではそれを保ってきたんですけど、最近関係ないね、うん、久しぶりのチャゲアスも、うん、ホールツアーを楽しんでるっていう感じですけども、まだ60本以上あると残ってるという。そうなんだよ。来年の春までビッシッと入る。そう、頑張りましょう。僕らのお気に入りのカフェからお送りするカフェノエビアン、チャゲアスの What's Hot。 まあですね、これ10月もそうなんですか？俺6月とばっかり思ったんですけど、10月っていうのもブライダルの季節なんですか？どうですか、結婚式出席してますか最近？最近はね、ちょっとできてないかな。ああ、私はこの前行ってきたんですけどね。だからそうだよな。お友達のやつ行ってきたら、うんうん、旦那の方の、うん、最後のご挨拶するじゃないですか、うんうんうん、旦那の方のご両親が、うんうん、相手方の名字間違えましてですね、むちゃくちゃ結婚してた。そういうのありますよね。一番泣かせどころのシーンじゃね。名字間違えるかみたいな。結婚式っていろんな場面があるからね。マジだからね。マジだからおかしいですよね。俺が一番おかしかったのはあれだな、息子のために挨拶するお父さん、うん、やっぱもう関係もあって、もう思いっきり頭を下げたもんだ、マイクにゴーンって頭をぶつかる。あれが一番響き渡ってたで、涙のお言葉でしょ。というわけでですね、こういう感じでまた今日も進めたいと思います。オープニングの1曲目はじゃあアスカから行ってみましょう。はい、はい、ボズスキャックス、この人はこのナンバーでしょう。来日するんだよね、うん、もうすぐだよね、うん、We are all alone。 カフェノエビア、チャゲ&アスカ What's hot。 この番組はあなたと綺麗が出会う場所、カフェノエビアの提供でお送りします。週末の夜をゆっくり放送していくカフェノエビア、チャゲ&アスカ What's hot。最初はこのカフェの飲み物についてくる小さなメモをオープン。カフェの会話を楽しんでもらおうと、このカフェのねマスターがいろんなトークを、ね、考えて、テーマが今週もありましてですね、こういうねカフェ本当にできるんじゃないかな。あるんじゃないですか？あるんじゃないですか？作りましょう、すでに、うん、さて今日はですね、このテーマはですね、思わず見とれてしまう女性の仕草とはと。美しい女性の条件の一つは仕草、うん、外見がいくら良くてもマナーや仕草が伴っていないと魅力は半減するということで、思わずうっとりとしてしまう仕草について考えていて、いろいろあるでしょ、うんちくが。俺はそのうんちくやめてくれさ。あのね、ハッとする時あるよ。どういう時ですか？どのシチュエーションでも。あのね、あるのよ。いや、あると思いますよ。あれね、とりあえずあれ、まあ男同士なんだけど、はい、このシチュエーションでこう来た時にこう見られてるからこうしようっていうシチュエーションが読めた時ってダメね。あ、ダメなんですか？ダメ。やっぱほら写真と一緒よ、はい、本人が撮った顔が自分の好きな顔だとあったとして、それが例えばビデオとか撮る時ずっとその顔を常に。あれ動かない一瞬の写真とかいいわけだよ。その切り取った光景がいいわけで、その子の中でも決めつけてるんですね。そうそう、切り取ったあの一瞬の光景がいいわけで、あれをね実物で2秒も3秒も行った日にはですね、はい、ちょっと変わったふうに見えますので。わかりました、じゃあまず一つ、笑う女性、笑顔の女性はどういうところに、なんかこう
いいですね。いいでしょ。はい。だからやっぱ口元かなんかこう見ちゃう。これもだからねキャラクターなんですよ。そうです、ね。ガーッと笑って魅力的なことを。はい。だって魅力的なことを。青のりついてたらしょうがないですもんね。それはもう歯出さないだけでしょ。そうですね。まあでも笑顔はやっぱりいいですね。何気なものいいですね。なんかこうすっごい癒されますよね、うん、女性の笑顔っていうかね。うん、ご飯物を食べてる時の女性の仕草って僕割と、女性嫌がるじゃないですか。食べてる時の顔を見られたくないって言うじゃないですか。割と好きなんですよ。あのね、こうちょっとテーブルにこう左手をこうちょっとこう広げるような感じで、手をこう広げてこうお箸かなんか。お前誰かイメージあるじゃん。いやそういう人あの左手とかお前。いやいや、誰かイメージあるだろお前。割と多いですよね女性。多くないでしょ。いやいや、こうねこう手をねこう持て余してるのか知りませんけど、こうなんかこうテーブルの上に置いてなんかグーチョキパやってるんですよ。これ割と好きなんですけど。あとラーメンを食べてる時に長い髪の毛の人はこう髪をいちいちこう耳にこうやってやるじゃないですか。あれ割と好きですね。あれは数えれるぐらいの麺をつかむんです。3本4本ぐらいの。いいですね。あとお寿司を食べてる時とか好きです。あれですよ、食べられてる見られないやつのあれですよ、会話してる中で食べてるないんでしょ。ああそうだね。一人で食べてる時にどっか襖の中で見られるのが嫌なんでしょ。僕はね、女性が一人で食事をしてる姿ってすっごい寂しいんですよ。あのよくお店でも一人で食べてる方いらっしゃるじゃないですか。それは良くないと思います。え、それはですね、あのもうそれはですね、まずいと思います。もうでだから一人で食べてる方いらっしゃるじゃないですか。僕必ずそうしてみたら、あ、一緒に食べましょうかって言ったら、嘘ひげよ。ほんとほんと、あれですね、あのなんて言うんだろう、一人で女性が食事してる姿が、例えば昼休みなんかでね、まあ、同僚がたまたま何かで都合が悪くなって、で一人で食べることになったと。一人で食事をしてると何度なく、あの周りに見られた時に、この子一人なんじゃないだろうか、周りに溶け込まれてないんじゃないだろうかって。いや昼はいいです。いや夜がダメ。それつけたりしましょう、はい、ね、それでやっぱどうしてもね一人で食事ができないっていう人が増えてるらしいんですね。なるほど、そういうのもあるんですか、ね、ぜひ女性一人で食べる時は僕を呼んでください。必ずお付き合いしますよ。どうやって呼べばいいんでしょう。笛を3回、笛を3回吹いてください、はい、2回だと明日が出てきます。出てきます。それからまあこれ和服、和服どうですか。和服の女性っていうのはあんまり最近ね、日本の若い人は着物は着ないでしょうけど、僕らもあんまりお目にかからないですね和服の方っていうのはね、うん、今そ和服の良さ、うん、っていうのはあのこの子がこうなるんだというね、うん、驚きの良さだと思うのも今。あ、そうね。だから和服を見て、あすごい女性っぽくてしなやかでっていう、その和服に対して特別な気持ちってあんまりね、ないんですけどね。いつも見てる女性がこの和服で出てくるって、これインパクトありますよね。やっぱりあの普段ジーパンを履いてますけど、そういうとこ和服を履くときは歩幅を小さく、ね、一歩の線を歩くように、ね、畳の縁を踏まないように、ね、そういうことをやるじゃないですか。まあたまにはちょっと晴れ着のね、お着物の和服の女性とちょっとね、食事をしてみたいなって気がしますけどね。そうですか。ええ、僕はしますよ。あなた出てないですか。どうでもいいかな。どうでもいいということで、思わず認めてしまう女性の仕草っていうのは、はい、私は、食事をしている時の女性、あなたは、いやもう瞬間瞬間でね、まあ、その時の、うん、瞬間が見えれば瞬間らしいです。切り取ってシュッパッていうね、切り取ってください、はい、じゃあもうアスカの前ではカチッとこう。いやそれが困るのよ。あ、それは困るんです。さりげなくして、ね、分かりました。はい、ではここでちょっと、曲いきましょうか。曲いきましょう。これはもう随分名前がね、はい、定着してきましたよね、上田まりでさよならしてあげる。いい曲だよ、うん、続いてはカフェバディのレコードと CD のラックの中から僕たちが気に入ったナンバーをセレクトしてオープンしていきます。今週はですね、女性の美しい仕草をちょっと話したので、うん、こんなテーマで選曲してみました。色気のある歌声特集、うんうんうん、まあ、男女問わずなんですけどね、うんうん、やはりじゃあこの方からまず聞いてもらいたいと思いますけど、うん、マイケル・マクドナルド、ザ・ドビー・ブラザーズ、トーですね。この声好きですか、マクドナルドの声。途中からよく聞いてましたけど、ね、途中から入ってきましたけどね、まあ大ヒット曲いきましょう。ジョビー・ブラザーズで What's Up for Beliefs。 だからいいですね、印象的な声なんですよね、ドビー・ブラザーズ、この方が入ってまたサウンドはちょっと変わりましたからね、うんうんうん、もうね、じゃあ続いてはですね、今度は女性ボーカル、色気のある女性ボーカル、シャーデー。シャーデーね、これ知ってました。あのね、シャーデーっていうのは、うん、
あのバンドの名前、グループの名前なんです。俺知らなかった、これは。うん、シャーデーのボーカリストがシャーデー・アデューっていう女性。あのボンジョみたいな本かなって思ってたんですけどね。まあでも、まあ、考え方は間違いですね。まあ、そう、間違ってないですね。あの活動期が、あの活動期というか彼女の活動期考えると一時止まりましたからね。そうですね。もうパッタリの中で出たことがなりましたから。でもこの声質は一度聞いたらやっぱりね、デビューは衝撃的でしたね、これ92年のナンバーを、じゃあ、今夜聞いてください。シャーデーで Kiss of Life。この人の歌声は秋は似合いますね。声もさることながら顔がね、すごくエスニックじゃないですか。そう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 、あの画面から彼女が出てきたりって相当インパクトありましたよね。ですよね、うん、はい、シャーデーで Kiss of Life を聴いていただきました。さて、最後はですね、この人色気のある歌声特集ということで、ロッド・シチュワート、うんうんうん、そうですね、この何ととも言えないやっぱり声質、やっぱり女性を魅了しましたね、うん、ね、あのモナコでお会いしましたよね。モナコでしたっけ。モナコでお会いしまして、あのイギリスでも会いましたね。もう今だから話せる話だと思うんですけどね、あのモナコのアルバート王子を囲んで食事会っていうのがありましたけどね。そうそう、ロッド・シチュワート参加しなかったんですよ。そうなんだ。で、彼とロッド・シチュワート誰だっけな、参加しなかったのは、いましたね、誰だっけ、もう一人、うんうん、だからいましたね、キース・リチャード誰だっけ、はい、で、それがあのモナコ王子食事会を断って隣のロビーで酒飲んで二人騒いでたっていうのがね、かっこいいですよね。これがまたね、今だから言えますけどね、なんか、まあ、やっぱこういうイメージなんだこの人たちはっていうね、うん、あれは何だか、まあまあ、 あのいいか悪いかと別にしてかっこよかったです、とにかくね、はい、じゃあ、ラストはじゃあロッド・シチュワートで締めていきましょう。90年のナンバーでカーティス・メイフィールドのカバーです。泣きのギターはもちろんジェフ・ベックですね。いっていきましょう、ロッド・シチュワート with ジェフ・ベックで People Get Readyはい、ロッド・シチュワート with ジェフ・ベック People Get Ready。 もうこの、ね、ロッド・シチュワートもそうなんですけど、この後ろで泣きのジェフ・ベック、うん、僕はこのジェフ・ベックがもしね、歌が上手かったら、うん、果たしてここまでギターが上手かっただろうかといつも思ってるんですけどね。ああ、なるほどね、うん、あ、まあ、そういう、もう本当にギターで泣かしてくれ、お会いしましたよ、歌ってくれますよね。そうですよね、おトイレでお会いしましたもんね、日本のお会いしたじゃないです、見ましたですね誰かと全然気が付かなかった俺すごいそういう人ですよね、この人は。はい、カフェノビアチャゲアンダスカ What's Hot。 今夜は秋の夜長に響き渡る色気のある歌声特集を3曲セレクトでお送りいたしました。なんか向こうのテーブルで、あら、やっぱ暑そうだぜ、ね、コーヒーにちゃんと砂糖入れてんのよいるんだよ、ね、まあ、どうね、あれ、ね、コムロじゃん、コムロ、ね、コムロだよ、コムロだ久しぶりだよね。そう呼ばれるのも久しぶりだよね久しぶりだよね、すごい久しぶりだよ、何年ぶりぐらいかね。本当だね、ここでゆっくり会うのね、最近テレビでしょくしょく見るんだけど、僕らはね、見てるんだけどね、あの小室哲哉ですけど、あ、小室哲哉ですからね小室哲哉さん、自分でいらっしゃる、はい、なんかユニットね、ガボールというのを、そう、今年アメリカから帰ってきて、うんうん、日本に移ってきまして、うん、戻ってきて、うんうんうん、でガボールっていう3人組やってるんですけどね、うん、このインストバンドね、あのね、やっぱそこに来たかっていう感じよ。あ、そう、え、うんうん、今ほら音楽業界でもそうなんだけど、うん、やっぱりリミックスなんかした時にクラミックスしていったりとかさ、うんうん、クラミックスはたまた歌があるものをちょっとリテイクして、うん、それを残しつつ、でも全然違う、ほら、いわゆるサウンドだけっていうの出てきたり、うん、だ、日本語っていうのも関係なくしたサウンドの一部と使ったりするんでしょ、うん、それなんか誰が来るだろうなと思ったんだけど、うん、やっぱそこかっていう、ね、やっぱこうトランス系、そう、まあね、テクノが好きで、うん、3人とも DJ も VJ も原田さんもそうなんだけど、うんうん、そうだね、まあでも、まあ、トランスとテクノって遠くないから全然、うん、まあトランシーというか、トランシーなテクノっていうか、うん、なるほど、うん、アスカも今この辺好きだよね。うん、イメージがね、うん、歌物のイメージの中で、そのクラブ系がトランス系がっていうところで、うん、割となんて言うんだろう、そこのカテゴリーに入らないような感じがするじゃないですか、うん、でもサウンド切り取ると何も変わることないんだよね。そうだよね、うん、音一発でそのいくらでもそっちに持っていけるしね、うん、で歌物が歌だけしか紹介されないのはなんか寂しいなと、うん、十分に人でもね、うん、聞いてもらえるようなものになっていきたいなっていうことで、うん、最近ちょっとこの辺やってみようかなと思ってんだけど、あ、本当、うん、まあ元々ロンドンの音とかね、うんうん、好きな人はスーッと入っていける音だよね。うん、まあこれはまあそうだな、あれどこ、やっぱあれゴアトランス、まあ、レイブチームね、
がね、インドのゴアとかね、うんうん、そこら辺からまあ見つけて出して回ってきて、うんうん、ヨーロッパに戻ってやっと形になったんだけどね、結局は。でも、まあ、今はビジネスとして成立し始めてるよ、やっと。一時期ほらあのガレージサウンドとかやってさ、うんうん、あもうどこ何曲目か分かんないつなぎになって、もう何がどの曲でキーも一緒だみたいなね、うん、そうなったんだけど、やっぱほら最近はあのトランス系でも、うん、あのやっぱりメロディーがすごくこう、うん、癒しを持ってきてたり、ね、メロディーが大事、うん、でそこでサウンドはしっかりトランス残しながらっていうさ、なんかいろんなものが融合になってきてるね、うんうん、で最後にやっぱり気持ちのいいところに落ち着くみたいなね。このガボールっていうのはなんか意味あるの？英語でこういうのは意味はなくて、うん、結構読めない人も結構いるんだよね、うんうん、あの昔 TM やってた時に、うんうん、あの記念に小説書かせてたのね、その時ね、キレちゃんに、うんうん、でその中になんかこういうに未来のなんかこう DVD じゃないインターネットみたいな機械の名前を僕が勝手にガボールつけてた、うん、あそっから引用してるんだ、うん、十何年前に一応ってことは繋がってるわけだね、そういうのが、うん、まあ一応繋がって、うん、であの VJ がいて、うん、全部コンピュータグラフィックも全部映像もそのメンバーが作れるじゃない、うんうん、うちの場合は、うん、そこが結構大事なところなんだけども、うん、なるほど。じゃあ早速ちょっと聞きましょうかね、うん、ガボールでアルバムが、リプレゼント、これ01でいい、うん、01, 01で、Life of Vibe、 いいですね、はい、ありがとうございます。気持ちね、これライブもやるんでしょ。ライブも一回やってみないと、あの VJ の人がいるからさ、うんうん、あの VJ の人の場合音には参加できないから、うん、まあ、今のところジャケット作ってくれたりとか、ね、ビデオ PV 作ったりはしてるけど、うんうん、ライブないと表現が、はい、のオンタイムでできないからね。どういうライブなんだろう、あの例えばほらあのなんていうのかなレイブ的なライブであったりとかさ、まあ、いわゆるオーディエンスとして見なすライブだったり、オーディエンスっていうか、そうだね、うんうんうん、あのちゃんと聞いてきてくれる人っていうようには一回やっとかないとっていう、なるほど、うん、あの東京公演が11月の16日 ZEP 東京、うんうん、それから名古屋公演が11月の24日、クラブオゾン、うん、でやるんでね、すごいだろうね。もうほとんどあのメンバーは真っ暗で見えないかなっていう、うん、その映像だけ、うん、スクリーンの映像が、そうだね、あのね、2時間3時間今 VJ の人がね、うん、クラブイベントでやってて、やっぱりどうしても毎日毎日やってると同じ絵が出てきちゃうんだよね、うんうんうん、あの繰り返しでさ、うんうん、そうだね、1時間ぐらい経っちゃうと、うんうん、でもまあうちらの場合はその素材が本当豊富だから、うんうんうん、自分たちでも映像撮ってきてるし、うんうん、だから1回として同じ絵が出てこないっていうのも結構目の記憶ってすごいからさ、うん、そうなんだよね、英語動画でも全然覚えちゃってて、話2回使ったなんて覚えてるんだよね。だから曲に載せたりする場合なんか最終的にだんだんサビでなんか同じレッツゴーとかさ、レッツダンスみたいな言葉とか出てきて繰り返しじゃない、あとちょっとなんかちょっと落ちちゃうんだよね、ギブアップリュームとかね。そう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 、ホント、あのだっけ、あの今さ、なんかこういう世界でね、アンダーグラウンドとして、うん、まあメジャーまあ、分けるとアンダーグラウンドとしてやっぱ、うん、あの活動してる人たちがそれなりにさ流れを作ってきたってクラブシーンはそうなんだけどさ、うん、そういう人たちが今何人気に押し上げられてるよね、うん、うん、そうね、だからみんなそこを注目してるみたいなさ、うん、日本の音楽またそろそろ変わっていくぞみたいなね、うん、そろそろ、うん、帰ってきて、うん、なんとなく変わってくるかなっていう感じがすごいしたから、うん、まあ、ちょっと思い切ってね進めてみようかなと。俺はね TM やるんじゃないかと思ってたの。ああ TM がね、うん、なんか3人なんかあの関係がいいじゃん、うん、うん、相変わらずね、その中で、うん、なんかここでまだ TM なんつうね面白いとこ来るかなっていうふうに見てたんだけど、うん、まあ、そうこういうインストに今ね、うん、こういうののめり込んでこなかったんで、そうね、まあ、うんうん、ドラゴンとかね、うん、DJ のドラゴンとかも付き合い10年ぐらいだし、うん、やっぱり、うん、あのさっきからそのアスケというアンダーグラウンドっていうかさ、うん、現場のさ、うん、やっぱり声をこう吸い取るからさ、うん、毎日毎日結局彼らやつらがブーム作ってんだよね。そうだね、あいつらがさ、うん、あの得点表とかつけてさ、うん、チャートとか、うん、いろんな雑誌のさ、うん、みんなが見るチャートとかもみんな上げているわけじゃない、うん、結構 DJ の力っていうのが、ね、大きいし、うん、クラブチャートなんて絶対 DJ にいいと思わなかったら、うん、サンプル版で持ってったってもう本当、うん、もう全部あのフリスビーだよ、うんうん、そうだよなしょうがないね、うんうん、だからやっぱり DJ の力っていうのすごいし、うん、まあ、やっぱり VJ もやっぱすごい、うんうん、ここも今大きいからね、うん、まあ、特に原田さんってもうおっさんなんだけどさ、うん、俺よりも上だからさ、うん、だから2人よりも上なんだけど、うん、
まあすごくやっぱりあの原田さん、原田大三郎がやってんのとかって、うんうん、その VJ のやつらでもさ、うんうん、言うわけ、信じらんないよねっていうのもあるんで、うんうん、それで小室でしょっていうんでは、ちょっと不思議で、そういうとこはねちょっと面白がられてるのに、うんうんうん、面白いと思う。だから、ね、今後だから小室哲哉は一体どういう風に進化していくんだろうっていうね、うん、細胞分裂していくんだろうね、今度ね。そうだろうね、うん、一応さっきが飛鳥なんか言ってくれているようなその気持ちいいツボっていうのは絶対分かるとこはね、僕のどっかで、テレビで聞いてくれて、ふっと思うじゃないかって、うん、これブラドニックセックス の、まあ、テレビを見てた時に、うん、あすげえ気持ちいいな、いやでも小室っぽいなって聞いてたのよ。このサウンドって小室っぽいなと思ってたんだけど、まさかこのインストでね、うん、でも自然だよね、うんうんうん、それその今言ってくれてるね、うん、音みたいのを多分広げていくだろう、うんうん、でもグローブも新曲、そうだね、うん、グローブも同じ、まあ実験室みたいなとこだから、うんうん、なるほどね、うん、楽しいだろうねやっぱね、うんまあ、やっぱりね、そう相変わらず新生っていうかオタクだからさやってるな、スタジオ好きだからさやってるなやってるずっとスタジオいっぱなし うん基本的にはうんいっぱなし、息詰まるだろう、詰まるね俺たちはもう詰まってるもんまだ2人のはでもねツアーとかもあるし、まあ、まだ行くかな、いやどうだろうな、まあそこも嫌いな方じゃないよね、あそうですね、うん、俺、うん、中に入るのは嫌いな方じゃないんだけどさ、うん、やっぱでもそこにばっかりいると、うん、一瞬気持ちをね、うん、切り替えようと思わないと、うん、切り替えられない、もう中にはどっと入ってちゃうんでね、うんうん、スタジオワークは無限だからね、最近余計ね、ね何でもできちゃう、ね、もう何でもできちゃうからね、チャゲなんかもこう一発シャウトとかしとけば、あとなんかいろいろしといてくれたりすることもあるわけでしょ、うん、そういうのいろいろできるからね、うん、今ね、うん、確かイントロに入れたはずなのにとかね、そう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 違って全然気が気になったりするからね、うん、そうなんだ、それがまたおもちゃみたいになっちゃうね、うんうん、そうだね、おもちゃみたいな、そういうことやり続けても実感はないね、スタジオばっかりになっちゃうけど、うん、まあ、だからこうやってライブがまた楽しいんじゃないの、うんね、もういやおかげさまで今日こうやって来れるだけでもだからねこうやって外出してもらうわけね、そっかこれでスタジオでも来られたらさ、うん、二人が俺行くよもう今日は一体小室は今何やってんだろう、面白いよな、俺たちと違うシステムやってるんだからさ、そうそう俺が出れないじゃんこれでやっと今車で出てきたんだからさそうかそうか、まあ、遊ぶわ、はい、もう楽しいおしゃべりはつきませんけど、そろそろ時間も迫ってきました、はい、これなんでさっき切ったよね申し訳ない、そういうコーナーかと思います、カフェですから、ね、申し訳ないあこれからも頑張ってくださいね、はい、どうも今日は小室哲哉さんでした、どうもはい、どうもありがとうございました、僕らのお気に入りの場所からお送りしているカフェの指輪チャギ&アスカ What's Hot、まあ、このカフェにあるパソコンも置いてあるので、うん、メールがたくさん届いておりますよ今週も、まずはそのアスカさん、あ行きましょうか、行きましょうか、はいはい、エリさん20歳の方からいただきましたね、突然ですが協調性って何ですか、就職活動に、備えて友人などに私の長所や短所を書いてもらったら短所に協調性がないと書かれていましたと、あ、うん、友人などに私の長所や短所を書いてもらったと、友人もあるですね、うん、人に合わせることが協調性なのでしょうか、自分をなくすこと、私には分かりません、教えてください、何が協調性なのでしょうか、どうしたら協調性を失えるのでしょう、なるほど、まあここ1ヶ月ぐらい今はほんま悩んで悩んで、今もこうそれから抜け出せないでいるという、私に協調性を求めてもね、いやでもね、ある意味、うん、俺はある意味協調性あると思うよ、そうですか、うん、どうかな、僕は団体行動は苦手ですしね、いやそうなんよ、ちょっと瞬間瞬間の取り得ることがちょっと違う本人は強調してるつもりだからでもそんなにね協調性って深く考えることないと思うんですけどね、ね、これね、うん、場の雰囲気なんですよ、うん、この場の雰囲気で違うと思っててもここの場の雰囲気はとりあえずこれ言っちゃいけないな、うんうん、これ瞬間あるじゃないですか、うんうん、あと言っちゃいけないなと、それと一言多いなっていうのとね、うん、まあ、だからその場の雰囲気、ね、これが難しいんですよ確かにね、うん、でまたある意味あるシチュエーションでは、うん、だっとみんなが流れてる時に、うん、一言ここでインパクトのある一言ってね、ハッとさせるようなことをまあその一言でね、こっちパッと振り向かせなきゃいけないこともあるんで、まあそれいろんな意味で協調性という括りでどこまで入るか分かんないんですけどね、確かにこの場の雰囲気を読まない発言っていうのはなかなか、あそうと
取られがちですよね。あの後でボディーブローで聞いたことがありますかね、その言葉がね、その場じゃなくて次の日とかにね、何気にそれがまた大きくなっちゃってしたりしますからね。大変する瞬間というのは大人になるとほら顔色変えないじゃないですか。そうね、まあでもまあ難しいと思いますけど、でもこれで協調性がないからって自分を失うことになるとは思わないから、もうちょっとねライトに考えていいと思いますよ、うん、あんまりこうそこばっかりはまっちゃうとね、うんうん、あの自分が発言する前にもう考えちゃうと言いたいこともややこなっちゃいますからね、うん、そういう時は笑顔で、笑顔で、チャイアスみたいにあの妥協性が強すぎてそれもごめんなさいですけどね、はい、頑張ってくださいね。それからこちらはですね、兵庫県の大アーナさんからいただきましたけどね、こんばんは、いつも放送を楽しく聞いております。ところで新曲が出るっていう噂です、うん、本当ですか、シングルですか。この番組でぜひぜひいち早くオンエアしてくれますよね、お答えよということです。かかったな。かかりましたね、かかりましたねそうなんです。まあライブでもね、もう僕ら行ってますから、今年はもうこれでシングル今回また切るんですけども、うん、11月28日に、うん、何枚目ですか、もうこれで4枚目ですね。4枚目すごいでしょ、チャゲアス、うん、これが普通だと思わないでほしいと思いますけどね。ね、例えばアルバムその後発売するわけでしょ。そうでまた その中からもしかしたらシングル聴けるかもしれない、うん、ということになってしまうと、なんかね日本のスタイルが全部変わってきてるよね。そうだね。ね、うん、やっぱアルバムシングルっていう、どうしてもシングルを聴いてもらうと、それだけアルバムに興味持ってもらうっていうこの流れもしょうがないんですけど、うんうん、いかにアルバムにそうシングルとして切っても、うん、見劣りしない作品が並んでいるかってアルバム作りがみんななっていくと思うんですよね。そうですね、うん、それではじゃあ、まあ、この番組でいち早くどこよりも早く、チャギアンダスカのシングルをお聞かせしたいと思います。今回は私の楽曲でありましてですね、うん、まあ聴いていただいて、今のなんか自分の書きたかった、メロディーと、歌いたかった歌詞を乗っけたつもりです。そして、これ漢字がすごく難しいんですけどもね、うん、ラジオで、言いますから、つぶてというのを辞書で引いといてください。チャゲアンダスカで新曲です、夢のつぶて。カフェノビア、チャゲアンダスカ、 What's Hot、 いかがだったでしょうかね。小村哲也君が今日遊びてくれまして、ね、まあ自然にね、久しぶりだったもんね、うん、まあ、こういう場所でもないとなかなか言うね。そうなんだよ、うん、なんかね、会うと久しぶりよっていう仲なんだけど、うん、なかなか連絡を取ってまでっていうのはね、ミュージシャンとしてあまりないので、うんうん、まあこの番組やってて、やっぱいろんな、ね、ゲストで会えるか楽しみだね、これからもね。これも楽しみだね、うんうん、来週はどんな人が来るか楽しみですけどね、うん、来週も。さて、週末の夜を皆さんと一緒にくつろぐこの時間にメッセージをください。仕事のこと、恋愛の悩み、将来のことなど自由に書いて送ってください。メッセージを採用させていただいた方には、これね、今日美味しいですね、この絵、カフェヌビアのメニューにもあるヌビア特製のハーブティー、本当に美味しい。これ体をクリーンにしてくれますね。そうですね、はい、宛先です。郵便番号 102-8080 東京 FM カフェノエビア、チャゲアンダスカ、 What's Hot。 ファックスは東京 03-3221-1800、 東京 03-3221-1800。 そして番組のホームページからも送れます。アドレスは tfm.co.jp/cafe ですね、tfm.co.jp/cafe です。ではこのカフェでまた楽しいひとときを過ごしましょう。相手はチャゲでした。アスカでした。カフェノビア、チャゲアンダスカ、 What's Hot。 この番組はあなたと綺麗が出会う場所、カフェノビアの提供でお送りしました。 FM 大阪。